今回紹介するのは文庫版小説土佐堀川広岡朝子の生涯という本です NHK の朝の連続テレビ小説「朝が来たで」で広岡朝子さんの生涯を取り上げることを知りこれを機会に本書を手にしてみました大同生命の堂々たる社屋が描かれたカバーアイラストの表紙が 広岡朝子さんの人生を象徴しているようです明るく超前向きな彼女が時代の変化の大波に立ち向かいながら次々に難題を解決し事業を拡大していくさまは痛快ピストルを手に命がけで鉱山経営をしたり取り付け騒ぎで預金がどんどん引き出される中でも預金増加策に打って出るなど。 男の経営者が束になってかかっても勝てない強さはどこから湧いてくるのでしょう最大の守りは攻め抜くことや取り付け騒ぎの中で発したこの言葉がまさに彼女の生き様を言い表しています大病や暴漢に刺されるなど自身に襲いかかる苦難にも果敢に挑戦し続けた姿に拍手を送りたくなりました以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。